ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い。くそ、はい、ゴズの趣味部屋へようこそ。今回もね、前回に引き続きなんですけれども、ナルトのフィギュアを、紹介していきたいと思います。その前にね、ちょっと友人のリクエストということでね、私の忍術が見たいということでね、ちょっと、お見せしようかと思ってます。その名もね、ジャトンです。ジャトンのスネークフィンガーというね、忍術、こちらをまずお見せしようかと思います。まあね、見たくなかったら、早送りしてください。はい、ではこちらです、どうぞ。それではこれよりジャトンをお披露目しよう。スネークフィンガー。はい、こちらですね、紹介するのはね、はい、メガトレショップ渦巻きナルト7代目ホカゲバージョン、はい、こちらですね、メガトレショップということで、私はプレ版でね、購入させていただきましたが、本当はね、もうちょっと前に、手に入る予定だったんですけど、今日になってしまいました。はい、ということでね、実際箱、見ていきましょう。はいはい、ではね、箱見ていきましょう。こちらじゃじゃじゃんとね、はい、ちょっと大きいけどね、はい、ちゃんとね、ボルトバージョンのナルトのこうね、ラインになってますね、はい、まあ実際はボルトっていうことでね、はいはい、こういう感じでね、はい、で、まあナルトがこう見えてますけどね、じっくり後で見ますんでね、外観をまずねぐるりと、見ていきますんでね、はい、いやもうこの時点でいいね、もう出来良さそうだな、やっぱ GM は。はい、ということでね、こちら開封していきましょう。はい、はい、では、ね、ブリスターの状態から見ていきたいと思います。はい、こちらですね、こういう感じで、入ってますね、はい、でね、今回のね GM はね、珍しいんですけれども、二重構造になっていまして、後ろがねおかげのマントになってますね。はい、いや、これがね、ここで分割されて、二重になってますね。はい、これは面白い。はい、では早速ね、開封したいと思います。はい、実際ね、ブリスターをね、ちょっと開けてるのもお見せしようかと思います。はい、パッキンパッキンってるけどね、まあ別に折れてはいませんね。はい、まず銅座、銅座。銅座じゃねえ。銅画じゃなくて台座。すげえ軽くパニックった今。で、ナルト、はい、おすごいね、なんかね柔らかい紙みたいなので、きっちり包まれてますね、丁重に、うん、はい、ナルト、うわいいね、あ
ここにもちゃんと紙が挟まってるな。これは多分このまま抜けるのかな。抜けないか。あ、これは普通にこうやって外すやつですね。はい、はい、なると。いいね。なんか逆になんかこう髪を切ったことによって若返った感があるよね、ナルト。でね、右手はね、まあネタバレになっちゃうんですけどね、サスケとの戦いでね、失った右手をまあ復活させたっていうのでね、まあ包帯っていうかテーピング通がねしてますね。で、おかげのマーク、うん、いやーいいね。いや躍動感あるね、うん、はい。でまあ台座もね、まあ、一応詳細を見てみましょう。おかげって書いてある。渦巻きナルトで透明のね、支柱。いいね。はい。で、元に戻して。で、そのね、下。こちらにね、マントが、入ってますね、ブリスター。あ、ここにも。ここにもテープが貼ってあるな。取るか。はい、テープを切りました。はい、こうね、上蓋が外れて、はい、中のマント、はい、こういう感じですね。で、7代目ホカゲ、かっこいいこのマント。いや、いいね。まあ、とりあえず、ちょっと片付けてね、これをつけるところをお見せしたいと思います。はい、ではね、マントをつけるところをお見せしたいと思います。はい、はい、まずは、こういう感じでね、バラでついてますね。バラってついてます。バラだからついてないですね。このね、頭部を多分外すんでしょうね。で、多分、こういう感じ。はい。で、ここに頭部をつける。はい。キュッと。はい、キュッと。うん。はい。こういう感じですね。いや、いいね。7代目のマントを羽織ることによって、いやー、一層躍動感があるし、ちょっと幅広くなって、情報量が増してすげーかっこいい。うおー、いいね、ナルト。うおー、いい。7代目。はい。でね、台座、こちらをね、つけたいと思いますが、どうつけるんだろうな。少々お待ちください。はい。いやー、つけるも何も、普通に穴が一つしかないんで、そこにつけるしかなかったですね。ここに、ぶっ刺す。よいしょっと。はい。これでね、でもこれすごいね。ただでさえこう、飛び立ってるような感じなのに、さらに高くするっていう。はい。もうここら辺がね、ちょっとね、あれ、支えパーツ欲しいぐらいなんだけどね。ちょっとゆらゆらして、ちょっと、劣化したらポキッていきそうな気もしないでもないですけどね。はい、じゃあね、ちょっと見ていきましょう。
わ、かっこいい。うわ、かっこいいな、アルト。うわ、いいね。すげえ。おかげ。うわ、かっけえ。いいね。すげえ。駆動感があるね。いや、とてもいい。さすが GM シリーズだね。ほんとこのシリーズは出来が素晴らしい。まあね、まあ価格もね1万超えなのはね、まあしょうがないとしてもね、まあ、これ例のごとくここで半月になってるってことはまたこっちになんかサスケぐらいつくのかな。あれどうなんだ、あれもつ、あれ、まあいっか。はい、ということでね、まあ今回は、また、2連続で、ナルトのフィギュアを紹介させていただきました。ぜひね、まあまだまだね、他のフィギュアとかも紹介していきますんで、この機会に、チャンネル登録またね、見ていただいたらね、ぜひいいねボタン、グッドボタンね、押してください。では、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。